今日も色褪せた手紙を弾いてみます。ピアノは楽しいな。いろんなジャンルの曲、調性の曲を弾くということはとっても良い勉強になります。いろんな曲を普段から弾くことで表現も身についてきます。初見ができる、曲を読み解く能力が身につく、コード、和音がわかる、これはとっても大きな武器になります。ただ音を弾くだけでなく、どう表現すればよいのか考えることもピアノが上達するコツになります。色褪せた手紙。簡単な曲をいかにどう音色を表現するか、これもピアノを上達する上では大切なことです。楽しみながらいかに表現力を身につけるか、これはピアノを上達する上では大切なことです。調性を考えて、和音やコードで考えてみる、これもピアノの上達法の一つです。打鍵の位置、手首を柔らかくして柔らかな音色をイメージして弾いてみましょう。明日も楽しいレッスンです。良い子の皆さんもきちんと弾く宿題に書く宿題、忘れたあなたは即退場、ブッブーになります。きちんと宿題をやってきてくれると嬉しいご褒美が待っているのである。